さん、こんにちは。こんにちは。伊藤光美、18歳高校3年生です。よろしくお願いします。実は今日の衣装、学校のクラス T シャツで来たんです。ちょっとかわいい。110年そう、伊藤だから110年に一度の。で、323番で光美なんです。はい、伊藤光美にかけてんだ。そうです、もうひたすら宣伝してます、背中で。はい、じゃあ早速1曲目いきます。それでは聴いてください。私、スターウォーズのレイヤ姫っていうヒロインをやることになって、クラスステージで、それとクラスステージ の、 あの全体の司会もさせてもらえることになってやったんですけど、まずすっごいクラスステージの司会はみんな名前とか呼んでくれてすっごい盛り上がったんですよね。でもなんか私のそのスターウォーズの時に、私ヒロインのはずなのに、なんかすごい脇役で、なんかただ連れ去られるだけの役っていう話です。なんか特にオチがないんですけど。でもなんかちょっとみんな、他のクラスの子とかみんな衣装自分たちで頑張って作ったんですよ。でも私だけなぜかと、なんか借りたなんか普通に私服みたいなそれ着せられて、なんかちょっとまあショーも逃したんですけど、すごい楽しい高校生活最後の学祭ができましたっていう話でした。はい、ちょっと話聞いてくれてありがとうございます。じゃあもう早速次の曲いきます。聞いてください。
ごい暑いですね、今日。私暑いの弱いんで、ちょっと。あ、ありがとうございます。あ、ありがとう。ありがとうございます。すごい、大丈夫ですか、皆さん。その、暑くないですか。絶対暑いですよね。はい。今聴いていただいた曲は、私の2枚目のオリジナル曲のフラワーという曲で、私が作詞させていただいた曲です。はい。なんだろう。いつも MC に困っちゃう。どうしよう。じゃあ、もう一回またやろう。聞きたいことある人なんか聞きたいって。めちゃめちゃぶりなんですけど、聞きたいことあるよみたいな人いますか、私に。あ、ないと思いつかない。じゃあ思いついたらいつでも言ってください。答えれる範囲で答えるんで。じゃあ、ね、いいや、早速もう次の曲いこう、いきます。You'll never
ことあるんですけど、ここめっちゃ赤いんですよね。ここ叩きすぎてめっちゃ赤いと思ってそういう話はい、今聴いていただいた曲はジェリンビーズっていう、ノーストラックにもともとあるオリジナル曲をカバーさせていただいた曲でした。そうですねはい、ちょっと飲みます。はい、あ、思いついた人いますか何聞きたいか絶対考えて、なんかもう考えてって言わなかったけど、なんかありますか。好きな食べ物は、好きな食べ物好きな食べ物は、なんだろうな、好きな食べ物、レンコンレンコン好きなんですよ。レンコンなら何でも結構好きなんです。なんかチップスにしたやつとか、あと、きんぴらみたいなやつとか、すごいいろいろレンコンが好きです。レンコンが好き。甘いものは食べれるけど、そんなに、やっぱいちごっていうべきですよね。これからいちごっていう、私の好きな食べ物はいちごですって言おう。じゃあこれ次のライブの時やりますね。好きな食べ物はいちごですってちゃんとリアクションしてください。いやでもいちごは好きですよ、でもさくらんぼの方が好き。ピーチ。いや、そして、まあそれも好き。はい。まあ好きな食べ物はそんな感じです。じゃあ次の曲いきますね。聴いてください。
ごい、めっちゃ、とどまっちゃって。今聴いていただいた曲は、あやかさんの虹色という曲でした。はい。なんか、言いたいことあったんだけど。あ、じゃあ告知、まず告知からいきます。告知は、今月の25日に、とんでん祭りというやつに、参加さ、出演させていただくことになりまして、ソロで2曲とあいらちゃんとコラボでコーリングやるんでもうなんか言っちゃうんですけど、コーリングっていう曲をダダンスにある曲をやらせてもらうので、ぜひ皆さん来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。なんかすごい言いたいことと思い出せない。なんだっけ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 思い出せない。いいや思い出した時になんか言いますねパーって、はい、とか言っときながら次の曲で最後の曲になります。止めるんです、一瞬忘れてたはい、次の曲はいつもおなじみのパッションという曲を歌わせていただきます。それでは聴いてください。
はい、あ、はい、というわけで、はい、どうも皆様、暑い中、ありがとうございました。イエーイ。まだ終電来てないですけど。はい、ゆきさん、4回目、どうでしたか。声が出てない。あ、楽しかった。ヒロ、4回目どうでしょう。はい、みつみちゃん、4回目。もう近づいてない。臭いって言われました。汗臭いって言われました。ひどい。まあ、ね、4回目ということで、この距離感にもだいぶ慣れてきたんですよね。お前、人の話聞けよ。だいぶこの距離感も皆さんも慣れてきたかなと思うんですけども、ね、より楽しんでもらえるように、これからもっともっと、ね、マイク入ってますよ。入ってるよね。入ってるよ。頑張りたいなと思いますけども、りょうや、4回目どうでしたか。あ、こいつこの下りの時いなかったの。知らねえんだもんな。そうですね。まあ、いい準備できてたんで。マジだよ、いい準備できてたな。どんな準備ですか。じゃあ、お疲れ様でした。はい、お疲れ様。りょうや、お疲れ様です。あれ、どうしたらいいんだ。あれ、みんななんか自分の学生の一応なんか勝手にカバンから掘り出して使ってるんですよ。勝手にそれ注意した方がいいよ。汚いから見ないでほしいのに、めっちゃ勝手に出されるんですよ。それ注意した方がいいよ。いや、いいですけど、ちょっとカバン汚いから、いいな、見ないでください、カバン。ヒロンのカバンを。ということで、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。まあ、いいですね。ということでね、またね、夢ワールドもございますし、近々にね、各メンバー、ライブの方控えておりますので、そちらの方もね、ぜひともよろしくお願いします。これでは、これではね、これから交流会の方をさせていただきます。はい、スタート。来た。皆さん、好きに絡んでください。本当に好きに。